これは花と緑のまちづくりを進める地元の団体が幼稚園などに呼びかけて行ったもので、今日は3つの幼稚園や保育園からおよそ150人の園児らが参加しました。子どもたちは専門家から苗の植え方について説明を受けた後、パンジーやアリッサムなどおよそ540株の苗を直径10メートルほどの円形の花壇にボランティアに助けてもらいながら植えていきました。楽しかった。元気に育って話すよ。今日植えられた花は来年3月頃に見頃を迎えるということです。